偏屈者は多分その時代に存在しなかったとは思うんですが、まあ、そういう言い方をするとちょっと失礼なんですが、まああのまあ、考えるにはもう誰が考えてもこれはもう少し上の高台においでになって、まあ、あの地産事業が行き届いてませんからあれが出ている中でその目をして、まあ、横たわりになったんだろう、まあ、ここは横たわっておいでになります。朝見ていただいた一つ目のまがい人は、まあ、崩れ落ちて上から落ちてこられて逆さになっておられますので、まあ、逆さ観音というふうに呼んでますが、まあ、ここは、まあ、そのまま、横向き観音とは言っておりません。地名そのものを、そのものを取りまして、小谷谷観音というふうに申しております。まあ、一応朝から、逆さ観音を見ていただいて、まがい仏も見ていただきました。そして、まあ、普段、まあ、見ていただくことができない、まあ、この小谷谷観音。まあ、これ、どうしても見たい人については、もうなんか、どないこないしても上がってくるらしいです。で、もともとこれを、山に入っておられた方々は、もともとここに小谷谷観音さんがおられるということは知っておいでになりましたが、まあ、道がありませんでしたので、まあ、案内することもなかったんです。で、ここ何年かの間に10年ぐらいの間にですね、東京の学生さんがどうしてもこれを見たいということで、まあ、上がっておいでになったんですが、もうその辺の五皿をかき分けて上がってこられた、まあ、それをなんとか皆さん方見ていただこうということで少しずつルートを確保しまして、まあ、どうにか歩ける道として今日ここへ案内させていただくことができます。まあ、そんなことで一応今日案内させていただきました。3つのまがい仏見ていただきました。まあ、説明がですね十分でなかったことは、まあ、お詫びを申し上げますが、皆様方、こんなガイドに当たったことを、まあ、運が今日は悪かったということをもってしてですね、また皆さん方の精進が良ければいいガイドさんに当たるんではないかな、まあ、そんな風に思っております。